フォレスターでモテちゃいましょうというお話です。まずですね、車で女性にモテよう、いや、そう、モテようってのはちょっとちょっとダイレクトすぎるんですけれども、助手席に彼女さんをお迎えしたときに、ですね、一つ大きなポイントがあると私はすごく実感しています。ただこの一つのポイントっていうのがちょっと前提条件がありまして、女性を2種類に分けたいと思います。最初、今回お話をしたいのは、自分で日常的に車を運転する、だいたい自分の車を所有している女性のケースです。で、その後で車を持っていない女性との違いみたいなものをちょっとお話をしたいなと思ってるんですけども、ですね、日常的に車に乗っている女性の場合、絶対その彼氏さん他の人の車に乗せて、の助手席に乗せてもらったときに、絶対ここ気にしますよっていうポイントがあります。それは、車内の天井の高さです。詳しく、かなり多分合理的にな感じで、論理的な感じでお話をさせていただきます。ですね、私が最初フォレスターを試乗させていただいた時に、スバルのディーラーさんで運転席に乗って天井をどう感じたかっていうと、このぐらいの余裕は必要だよね、と感じました。決してこの、すごい天井に余裕がある大きい、旅行は確かに大きかったんですけど、高さに関しては、このぐらいなら許せるだろうみたいな、感じだったんですね。で、実際その後 XV の運転席にも試乗じゃないんですけど座らせていただいた時に、すごい圧迫感があって、これはちょっと選択肢には含められないと、その時もう思ったという悟りました。その数値のお話をさせていただくんですけど、フォレスターのこの室内高は、どこで測ってるかっていうところもあるんですけど、128センチあります。そして XV で多分サイズが一緒であるインプレッサー、そしてそれは全然試乗とか乗せていただいたこととかないんですけど、レヴォーグ、いずれも120センチです。 8センチフォレスターよりも低いです。で、すごい圧迫感を XV で感じました。で、なんで感じちゃうかっていうと、その車に
自分で自分の車を持っている女性の場合、多分軽自動車も多いかと思いますし、あとその車種でいうとトヨタサネバパッソとか、そのマーチとかいろいろ、どっちかというと小さめな車が多いんじゃないかな。そういう車をのこの高さを調べました。パッソがまず128センチ、フォレスターと一緒です。で、おそらく軽自動車なんかはなんかみんな上に伸びる、どんどん伸びているので、軽自動車とかミニバンなんかは確かアルファードが140センチというのはちょっと事前に調べたんですけれども、というようにですね、割合にするとどのぐらいかというのはわからないんですけども、普段から自分の車を乗っている、でも別に走り屋とかではないような女性がフォレスターに乗った時には、多分天井の高さがいい感じに、いい感じというか許せる感じると思います。従いまして、それよりも天井の低い車は結構圧迫感を感じるのです。具体的にはですね、その頭の上は見えないですし、まあその別に突っ返るってことは男性でもよほど大きな方でない限りないかと思うんですけれども、このサンバイザーのあたりですね、一番気になるのは、そのあたりがすごい迫ってくるっていうか、余裕がないというか、軽自動車なんてかなりこのフロントガラスが立ってる感じで、そのあたりも余裕を感じると思うんですけれども、フォレスターのモテ要素としてこの128センチの天井の高さというのがあると私は思います。で、これをちょっとまた別の視点で調べてみました。パッソとかビッツとかノート、ノートは実はちょっと調べてないんですけど、フィットとかはだいたいフォレスターと同じぐらいの天井の高さがあります。でですね、そのインプレッサーのちょっと室内光じゃないんですけど、この遮光っていう形で調べてみたのです。今のインプレッサーが5代目らしいんですけど、私が調べた範囲では間違っていたら教えていただきたいんですが、4代目までは少しずつ少しずつ遮光が上がっていって、5代目になって低くなっています。これはどうもですね、そのフォルクスワーゲンゴルフ、そのなんかベンチマークって言われるあの車のやっぱり5代目、2010年頃に現役だったゴルフが一番背が高かったみたいです。そこから6代目、そして今の7代目になるに従って、それまでどんどん少しずつこう背が高くなっていたゴルフが6代目7代目で今度は低い方向に行ってしまったと。なので車のこの天井の高さの圧迫感っていう意味で言うと、おそらくそのゴルフを参考にしているというって言われている日本の車は、それに倣ってどんどん天井が低くなっているのかなと思うのです。また
これさ、ライバルの車、私も調べてきたんですけれども、そのハリアーとかラブフォーとかエクストレイルとか、大体やっぱり室内光は、大体やっぱりっていうか、フォレスターよりも天井の高い車はなくって、やっぱり120センチから124センチの間でした。本当その私個人としては、 XV がそう124センチあったとして、運転席に座った時にどう感じるかというのはちょっとわからないんですけれども、ちょっと120センチの室内光というのはかなり圧迫感を感じたというか、その瞬間に XV が私の中の候補から完全に外れてしまいましたので、このですね、天井の高さ、室内光というのはフォレスターの強みであり、その多分助手席に座られる女性にとっては、その人が乗っている車の大半はフォレスターと同等かそれ以上の、室内光の高い車に乗っていると思われるので、ここはその室内光120センチの車に乗っている俺はモテないのかって言われてしまう。そんなことはないんですけども、そういう目線で見ることができますよ。そうですね、120センチは、いや、まあでもそれはしょうがないですし、営業さんにも、スバルの営業さんにも、なれますよと言われたんですけれども、もちろん私だってその人様の車に乗せていただくときに天井低いとか、その失礼なことは申し上げませんが、ことフォレスターの強みっていうか、天井の高さが9大点であるということをお伝えしたかったです。